おはようございます。浜尻市議会議員の平方孝之です。今日もゴミを投げに行きます。子育て世代への10万円の給付、国会で立憲民主党の長妻議員の質問に対して岸田総理が10万円の一括給付を認めるという答弁をしたと報道されておりました。実際は混乱してますけれども、浜尻市10万円の支給、年内に10万円を支給する方向で検討に入っているようですということだけしか今は言えないですが、そんな状況にあります。国がもう少しこういうことはですね、はっきりと方針を早めに示すことが大事なんですよね。そうしてくれないので、自治体の方に事務的な負担かかるわけです。正式には近日これについてどうなるのか、網走市から説明が議会にも何らかの形であると思いますけれども、できるだけ必要な支援の手立てがいち早く届くように取り組んでまいります。引き続き観光産業、飲食店などさまざまな産業に網走市でも影響を及んでおります。どう支援していくかも考えていかなければなりませんので、しっかりと網走市議会議員平方孝之、皆さんの声を受け止めながら対策練ってまいります。